補聴器ジジイは絶対喋るなよ。今回の案件はすべて俺の手柄だからな。部長がにやりと笑いながら俺に釘を刺す。この人は以前から俺のことが気に入らず、嫌味を言ってきたり、仕事の邪魔をしてきた。そして今日は大きな仕事の手柄をすべて自分のものにするつもりらしい。俺はこの人に逆らうことができず、言いなりになるしかなかった。しかし今日、絶好のチャンスが訪れたようだ。俺は覚悟を決めると、取引先の人に向かい、ゆっくりと両手を挙げた。俺の名前は花咲、42歳。一見するとどこにでもいる普通のサラリーマンだが、俺の生活には補聴器が欠かせない。先天的に聴力が低く、補聴器がないと生活できないのだ。そんな俺を支えてくれているのが、妻で幼馴染みのナオ。ナオとの出会いは、小学生の時まで遡る。両親が普通の学校にこだわったため、俺は地元の公立小学校に通っていた。そして、同じクラスで隣同士の席になった俺たちは、野球観戦という共通の趣味で意気投合。しかしある日、俺の補聴器が壊れてしまい、ナオとの会話が難しくなってしまった。壊れた部品が欠品しており、取り寄せまでに時間がかかるとのこと。すっかり黙り込んでしまった俺に、ナオは筆談でこんな提案をしてきた。一緒に手話を覚えない？俺は完全に聞こえないわけではないし、補聴器があればみんなと普通に交流できる。なので、手話を覚える必要性を感じなかったのだが、こういう事態も起こりうるのだと知り、ナオの提案に乗ることにした。あまり勉強は好きじゃなかったけれど、ナオと一緒に学ぶのはとても楽しくて、すぐに手話が身についた。ナオは頭が良かったので、俺より先に手話をマスター。それ以来、補聴器がなくても、俺たちは手話で会話できるようになった。その後、俺は大学まで進学し、社会人5年目でナオと結婚。4年前には、待望の一人娘も生まれた。社会に出て初めて知ったのだが、俺みたいに聞こえの悪さを抱えつつも、普通に働いている人は意外と多くいる。そういう人たちは、俺と同じように手話が必要だと思った過去があったのだろう。手話を身につけている場合が多かった。俺も、あの時ナオと一緒に勉強しておいてよかったなと思う。そんな俺が就職したのは、建築機器システムを作る会社だ。工事現場で、安全かつ、正確に機械を動かすためのシステムを開発し、製造と販売をしている。業界ではそこそこ名が知れ渡っていて、おかげさまで家族を養えるくらいの給料はもらえていた。俺はその会社の資材管理部に所属している。補聴器をつけていれば特に問題はないので、他の社員と同じ仕事をこなしていた。そして42歳になった今年、俺の地道な活躍が認められ、資材管理部から社内のエースが集まる企画部へ異動となる。資材管理部の社員や入社当時から俺の面倒を見てくれた部長は、俺の異動を寂しがってくれた。みんなの期待に応えるために、新しい部署で精一杯頑張らないと。しかし、企画部へ配属となった俺を待ち受けていたのは、とんでもない人物だった。なんで耳が聞こえない奴をうちに配属したんだ。人事は一体何を考えている。うちはこういう奴の面倒を見る施設じゃないんだぞ。俺の目の前で堂々と悪態をついたのは、企画部の加藤部長だ。俺より3歳年下で部長にまで昇進した人で、他部署の俺はこの人のことをあまり知らないのだが、よっぽど実力がある人なんだろうなと思っていた。しかし、俺の想像とは全く違う人のようだ。補聴器をつけていれば普通に聞こえます。足は引っ張りませんから。あれ、
聞こえてたの？悪いな。ついうっかり口が滑っちまった。口では謝りながらも、ヘラヘラとした態度を崩さない加藤部長。本格的に企画部で働き出してからも、加藤部長は俺の目の前で嫌味を言ってくる。うちの会社もよくこんなゴミを雇ったよな。俺が社長だったら雇用条件に健全者のみって入れるぜ。耳が聞こえないとか、お荷物以外の何者でもないだろう。俺の耳のことを悪く言うのは日常茶飯事。さらには、俺が既婚者で子持ちだと知ると、もしかして子供も耳が聞こえないのか？かわいそうに、とか、こんな奴と結婚するなんて、相手の女は何考えてんだ？この程度の奴としか結婚できないほど不細工なのか。それなら納得だな、なんて、耳を塞ぎたくなるような暴言を吐いてきた。加藤部長にここまで言われても、俺が彼に逆らえない理由がある。実は、彼は支社長の息子で、本社の上の連中とつながりがあるという噂を聞いたのだ。特に、人事部の部長と仲がいいとのこと。もし下手に逆らったら、コネを使って俺を会社から追い出すかもしれない。実際、過去に加藤部長に逆らい、退職まで追い込まれた人がいるとか。俺はこんな体なので、もし解雇されたら、再就職はかなり難しいだろう。妻子を路頭に迷わすわけにはいかない。なので、加藤部長の罵倒にも必死に耐えるしかないのだ。そんなある日のこと。業界1位の大手企業と13億の商談のチャンスだ。先方はなぜかお前を指名しているが、お前だけじゃ不安だからな。俺がメインで、お前はサポートという形を取るぞ。大手企業との商談のチャンスが舞い込んできたのだが、いち早くこの情報をキャッチした加藤部長は、先方をうまく言いくるめて、自分がメインで商談を進めることに決めた。プレゼン資料はお前が全部作っておけ。プレゼン発表は俺がやるからな。俺用の台本も作っておけよ。メインは自分なのに、仕事はほぼすべて俺に押し付けてくる。その上、台本まで用意させようとするなんて、あまりの自分勝手さに俺は呆れてため息をついた。まあ、今に始まったことじゃないし、企画部に異動になってから早半年。今となっては、加藤部長の無理強いにもすっかり慣れてしまった。企画部の社員たちも加藤部長が怖くて、表立って俺を助けることができない。しかし、この先もずっとこの状態が続くようでは、いつか俺は潰れてしまうだろう。どうしたもんだか。俺のつぶやきは誰にも届かなかった。そして商談当日、商談は相手の会社で行われることとなった。道すがら、加藤部長から台本を渡すように命令される。補聴器じじいは絶対喋るなよ。今回の案件はすべて俺の手柄だからな。はい、わかりました。加藤部長がにやりと笑いながら俺に釘を刺す。俺が渡した台本を奪い取るようにして受け取り、意気揚々と商談相手の会社へと入っていった。案内された会議室に入り、俺と加藤部長は驚きに目を見開く。あの人は飯島会長か？加藤部長がつぶやく。高級なスーツに身を包んでいるご老人。彼は大手企業のトップに立つ飯島会長その人だった。隣にはサポートの社員らしき若い男性が座っている。事前に連絡をせず申し訳ありません。私、西と申します。本日は我が社の会長である飯島も同席させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。飯島会長の隣に座っている西さんが、笑顔でそんなことを言ってきた。ええ、もちろんです。最初は飯島会長に萎縮していた加藤部長だが、これは逆にチャンスだと思ったようだ。ここで自分をうまくアピールして成果を出せば、昇進の可能性が出ると思っているらしい。
その後の加藤部長は、とても上機嫌かつ愛想のいい笑顔でプレゼンを進めていった。西さんは飯島会長の隣で素早くパソコンを操作しながら、その画面を飯島会長に見せる。飯島会長はプレゼンとパソコンを交互に見て、何度かうなずく動作をしていた。以上でプレゼンは終了です。疑問点などがございましたら、遠慮なくおっしゃってください。飯島会長が西さんに耳打ちをすると、西さんが加藤部長にこんなことを尋ねた。御社の測量システムについてですが、もし今後発注させていただいた場合、月にいくつの納品が可能ですか？この質問に加藤部長は一瞬固まってしまう。台本には載っていない回答だからだ。おいお前、先方の質問に答えろ。加藤部長が小声で俺に指示を出す。この程度の質問、予想しておけよ。俺の手を煩わせやがって。加藤部長がブツブツと俺にだけ聞こえる文句を言う。俺は飯島会長を見て、スーッと大きく息を吸った。そして、質問に対して口を開くのではなく、両手を上げて手話で答える。は？何やってんだ？加藤部長が慌てた様子で俺の腕を引っ張る。しかし、俺はそれを払いのけ、手話で先方の質問に答えた。お前やめろ。手話なんてみっともない。みっともない？飯島会長も手話を使うのに、みっともないとはどういうことです？え？加藤部長が間抜けな声を上げる。その隙に、俺は西さんからの質問以外にも、とあることを手話で伝えた。飯島会長が手話を使うだと？加藤部長はご存じないようですが、飯島会長は私と違い、完全に耳が聞こえません。手話で答えた方が早いと思ったんですが、何か問題がありましたか？そう、飯島会長は耳が聞こえない。進行性の聴覚障害で、数年前に完全に耳が聞こえなくなってしまったのだ。そんな、知らなかった。隠してはいないようですが、大々的に公表もしてませんからね。俺がそのことを知っていたのは、聴覚障害者同士のコミュニティ活動で、飯島会長と会ったことがあるからだ。飯島会長は、自分と同じく聴覚障害を抱えている俺が、自分と同じく、バリバリ働いているという点にシンパシーを感じたらしい。コミュニティ活動で顔を合わせると仕事は順調か？と声をかけてくれるのだ。今回の商談で俺を指名してきたのは飯島会長の計らいによるものだろう。うろたえている加藤部長に西さんと飯島会長が厳しい目を向ける。突然睨みつけられた加藤部長はびくりと肩を揺らした。飯島会長が西さんに手話で何かを伝えると、西さんは立ち上がり、加藤部長に向かい、こう言い放った。申し訳ありませんが、ここからは花咲さんとお話しさせていただきます。花咲さんにすべての仕事を押し付け、台本まで用意させたあなたは、会長の質問に答えられなかった。そんな人は、この場に不要でしょう。なんでそのことを？加藤部長が驚き、目を見開く。実は先ほど、俺は手話で加藤部長の悪行を暴露していたのだ。今までは加藤部長の権力が怖くて逆らえなかったが、今日訪れたこの機会は絶好のチャンスだと思ったのだ。俺は勇気を出し、加藤部長の悪行を暴露。これまでずっと加藤部長の振る舞いに耐えてきた。しかし、俺はただ耐えていただけで、実は腹の底ではかなり怒っていたのだ。加藤部長は俺だけでなく妻子も馬鹿にした。あの言葉を聞いた瞬間、いつか絶対に仕返ししてやると心の中で誓ったのだ。そういうわけですので部長、さっさと出て行ってください。俺は冷たい声で加藤部長に告げる。商談相手の前で加藤部長は俺に歯向かうこともできず、
怒りで顔を真っ赤にさせながら会議室から出て行った。その後、商談は俺が主導権を握り、無事に成功を収める。飯島会長は、担当者は俺でなければ、商談は即刻中止するという条件を加えると約束してくれた。晴れやかな気分で会社から出て、人気のない裏通りに入ると、突然俺の肩を誰かが乱暴につかむ。お前、やりやがったな。加藤部長じゃないですか。ここでずっと待ってたんですか？俺の成果を横取りしやがって。加藤部長は乱暴に俺の肩を揺さぶる。俺は顔をしかめ、その腕を振り払った。俺の成果って、部長は何もしてないじゃないですか。プレゼンを作ったのは俺。台本を作ったのも俺。先方の質問に答えられたのも俺です。部長はただ俺についてきただけです。俺の言葉に、加藤部長は怒りでわなわなと震える。お前、手話なんて卑怯な手を使って、相手に俺のことを話しただろう。ええ、そうですが。しかし、卑怯というのは訂正してください。手話は何も卑怯なことではありません。俺が真っ向から言い返すと、加藤部長のこめかみに血管が浮かんだのが見える。お前、誰に逆らっているのか分かってるのか？俺は上層部とつながりがあるんだぞ。何の権力も持たないお前なんて、俺の一存ですぐ首にできるんだからな。じゃあ、そうすればいいじゃないですか。なんだと？今までは、加藤部長に首にされるのが怖くて反抗できなかった。しかし、今は違う。飯島会長は、あなたの所業をうちの上層部に報告してくれるとおっしゃってました。こちらの会社は、業界最大手です。そんな会社からの苦言は、上層部にも効果的でしょう。あなたがいくら騒いだところで、俺の雇用は守られるはずです。それに、もし今の会社をクビになったら、契約は破棄すると約束してくれた。さらに、飯島会長は何かあったらうちに来いと言ってくれたのだ。今の俺には何も怖いものはない。そのことを伝えると、加藤部長は狼狽。お前、あの会長とそこまで強いつながりがあったのか。ええ。飯島会長にはお世話になってます。今までコミュニティ活動で飯島会長と顔を合わせても、加藤部長のことを話題にすることはなかった。相手は他社の会長で、俺の問題に関わってもらうのは難しいと思ったからだ。お前が先にそのことを言っておけば、こんなことにはならなかったのに。言ったところで、部長に何ができたんです？さっきも言いましたけど、部長は今日、俺についてきただけです。自分では何の努力もせず、俺の努力を横からかすめ取ろうとしただけ。この結果は部長の自業自得では。黙って聞いてれば偉そうに！さっきから全く黙ってないですよね。混乱して自分が何を言ってるのかわからないんですか？尻滅裂な加藤部長の発言に、俺は呆れながらも逐一突っ込みを入れていく。今まで我慢していた鬱憤が一気に爆発したみたいだ。部長は功績を自分のものにできなかったどころか、今までの悪行が商談相手にバレて上層部に報告される。いくら部長が支社長の息子でも処分は免れないでしょう。処分という言葉に加藤部長はびくりと肩を揺らす。それに今まで俺にしてきたパワハラ行為を叱るべきところに訴えれば負けるのはあなたの方でしょうね。俺がその気になれば会社を追い出されるのは加藤部長の方ですよ。これに関しては半分嘘だ。パワハラ行為に関して俺は証拠を持っていない。加藤部長に勝つのは難しいだろう。それに俺としてはこれ以上ことを大げさにしたくなかった。加藤部長が俺の前からいなくなってくれればそれだけで十分なのだ。しかし、俺の言葉が予想以上に効果的だったのか、加藤部長はブルブルと震えたかと思えば、
血走った目で俺を睨みつけてきた。お前のせいで俺のキャリアは台無しだ。お前さえいなければ。そう叫んだかと思うと、勢いよく俺につかみかかろうとする。これはまずいと思ったが、とっさのことで体がうまく反応しない。なんとか腕を顔の前で交差させて身を守ろうとする。しかし、いつまで経っても俺に加藤部長がつかみかかってくることはなかった。何してるんですか、あなた。加藤部長の腕を掴んでいたのは、先ほど飯島会長をサポートしていた西さんだ。ちょっと心配だったので、会社の外まで様子を見に来たんですよ。そしたら、言い争う声が聞こえてきたんです。俺の方を見てニコリと笑い、そして加藤部長に厳しい目を向ける。これ以上暴れるなら、警察に通報しますよ。警察という言葉に、加藤部長は我に返ったようだ。一気に顔面蒼白になると、もつれる足を必死に動かし、その場から逃げ去った。ありがとうございます。いえ、いいんですよ。他人事とは思えなかったので。実は、私の家族にも聴覚障害者がいて、花崎さんのことは、個人的に応援してるんです。なるほど。だから手話ができたのかと納得する。その後、俺は改めて今回の件のお礼をすると伝え、自社へと戻っていった。その後、飯島会長はすぐに我が社の上層部に今回のことを報告してくれた。合わせて西さんも加藤部長が俺に暴行しようとしたことを伝えてくれたらしい。上層部はこれを重く受け止め、加藤部長を降格処分の上、別部署に移動させた。移動先は俺が元いた資材管理部。この話を聞いた資材管理部の社員や部長は、俺のためにかなり怒ってくれているらしい。支社長の息子だかなんだか知らないが、徹底的に再教育してやると息巻いているようだ。そういえば、資材管理部の部長は怖い人だと有名なことを思い出す。真面目に仕事をこなす社員に対しては優しいが、それ以外の人間にはかなり厳しいのだ。加藤部長はあのスパルタ教育で改心するだろうか。あまり期待はしないでおく。そして俺は13億の商談の正式な担当者となり、現在業務を進めている最中だ。毎日忙しいけれど、仕事はとてもやりがいがある。この商談が落ち着いたら、家族を連れてどこか旅行にでも行こうかなと計画中だ。俺が社長になったからには親父の時とは違うからな。取引先の二代目社長は初対面の俺にそう言った。思えば最初から気に入らなかったのだ。そして奴の結婚式で俺はとんでもないことを言われた。しかし、それと同時に、これは復讐する絶好のチャンスだと思ったのだ。俺の名前は英二。父の工務店で働いている30歳だ。父は情に厚い人で、いろいろな人が父を頼っている。父の人脈もあり、うちの工務店は小さいながらもかなり繁盛していると思う。でも、たかが現場作業員。なんてお客様や取引先から見下されることも少なくない。特に業界大手と言われるハウスメーカーがあるのだが、ここの二代目社長は最悪だ。父はここの先代社長と知り合いで、よく仕事を頼まれていた。お客様のことを考えた家を建てたいと先代の社長は言っていたそうだ。しかし先代社長が他界し、当時役員だった息子が二代目社長に就任すると状況が変わった。この男の名前は高弘と言い、40歳という若さで大手企業の二代目社長。しかもなかなかのイケメンだ。それなのに性格は本当に残念で、とにかく周りを見下している。それに先代の時とは違い、お客様のことより、
利益を考えた経営方針に変わっていったのだ。先代の時に比べ、確かに業績は上がっているらしい。高弘の手腕は天才的だと褒める人もいた。でも、俺はこの男のことが最初から気に入らなかったのだ。俺は父の手が回らない時に営業にも出て、取引先との交渉にも行く。高弘がある仕事を任せたいとうちに連絡をしてきたので、俺が商談に行ったのだが、第一声は、やっと来たか。下請けのくせに俺を待たせるんじゃないよ。だった。約束の時間には十分間に合っている。それに、下請けなんて言い方にカチンと来た。とはいえ、こんなところで喧嘩を売るわけにはいかない。仕事で来ているので、俺は割り切って商談に入った。お客様の要望と違うようなので、俺が、ここはこうした方がいいのでは?と話をすると、高弘は鼻で笑う。それじゃ利益が下がるだろう?俺の言う通りにできないのなら、これからは任せられないな。親父の代からやっている下請けだって言うから、わざわざ俺が商談に来てるのに、その態度か?お客様のことも、俺のことも見下しているようだ。まあ、大手メーカーの社長が社員に担当させないで、うちのような工務店との商談をするのが異例なのはわかっている。でも、先代は父との商談には必ず来ていた。それは、先代が父との関係を壊したら、お客様へ最高の家を提供できなくなる、と考えていたからだそうだ。父が笑いながらそんな話をしてくれたことを思い出した。大手メーカーの社長からもそんな風に言われるなんて、やっぱり父はすごいんだ。俺も負けないように技術を磨こう、と思っていた。先代が会社を立ち上げた時はまだまだ無名で、お客様のための家を建てるという、先代の思いと父の技術が合致した結果、今の地位まで上がっていったらしい。それなのに、その心は息子の高弘には継がれなかったようだ。上層部の中には、先代は利益を無視しているとか、そこまでお客様に寄り添わなくても、と思う人も多かったとか。だからこそ、高弘の利益重視の経営方針が支持されているのだろう。高弘はいつも俺を見下し、下請けとか、ただの作業員とか言ってくる。父も頭を抱えていたが、先代との付き合いを考えると、今すぐ取引をやめることはできない、と言った。父の考えも理解はできるので、俺もそれに従っていたのだ。そんな時、高弘が結婚するという報告が来た。お前と、お前の親父、招待してやるよ。偉そうに言ってくる高弘。200人が参列するんだから、恥をかかないような振る舞いをしろよ。そう言われたが、俺はなんとか作り笑顔で返した。そこでようやく招待状を見ると、俺は目を疑った。新婦の名前がよく知る人物だったのだ。霞という俺の幼馴染。同姓同名なのかと思いながら、それとなく聞いてみると、高弘は、地元の不動産屋の娘だ。俺が一目惚れした。向こうはバツイチだって言うし、もらい手もないだろ。と笑ったのだ。霞は昔から美人だったのだが、確か数年前に離婚して実家に戻ってきていたはず。やはり、俺の知っている霞で間違いないようだ。霞が高弘のような人間を選ぶとは思えなかったが、一目惚れしたと言っているし、大手企業の社長という立場を利用しているのかもしれない。俺は霞と知り合いだとは言わず、その場を後にした。父にその話をすると、父も驚いていた。じゃあ最近連絡取ってるのか?
と聞かれたので、俺は首を横に振る。いきなり結婚式に行って驚かせるのもどうかと思い、俺は霞と連絡を取ってみることにした。それから3ヶ月後、俺と父は結婚式に出席するため、会場のホテルに到着した。すると、同業者がたくさんいて、みんなが父に挨拶をしてくる。また一緒に仕事をしたいという声が多く、父は本当にみんなに尊敬されているんだと、俺は鼻が高かった。そんな中、高弘に下請けだと馬鹿にされたとか、無理難題を押し付けられたとか、今日の主役であるはずの高弘の悪い噂ばかりを耳にする。父は親身になって聞いていた。しばらくすると、披露宴会場にはゲストが増えてくる。するとその時、高弘が入ってきた。どうして新郎が？と思ったが、新婦の準備が手間取っていて暇だとか、控え室にいても親戚との付き合いが面倒だとか、友人と思われる人物にぐちぐち言っていた。高弘は、親族の挨拶とかだるいし、嫁に任せてきたわ。と、笑いながら話している。自分の結婚式なのに、随分常識がないんだな、と思っていると、高弘が俺と父に気がついて、こちらに近寄ってきた。俺たちの後ろには、他の工務店や不動産屋など、業界の人たちもたくさんいる。高弘は一番前にいた俺に向かって、土方の分際で本当に来たんだ！と笑いながら言った。この度はおめでとうございます、と言いかけた時にそんな言葉を聞いて、え？と思わず聞き返してしまった。招待状をいただきましたし、欠席するのは失礼かと。と俺が言いかけると、高弘は笑う。お前らみたいな土方が俺の結婚式に出席できると思ってたのか？立場をわきまえて欠席すると思ったわ。俺は父と顔を見合わせる。俺はその瞬間に持っていたスマホをいじった。ボイスレコーダーを起動させるためだ。高弘は、こっちは義理で招待状を送っただけだよ。俺は業界大手の社長だぞ。お前ら底辺がよく出席しようと思ったな。と言って、俺たちや周りの同業者を見回す。俺は思わず反論した。だったらわざわざ招待なんてしなくても。すると高弘は、何言ってるんだよ。出席しなくてもご祝儀を渡すのは当然だろ。お前らは出席しなくてもご祝儀だけ渡せばよかったんだよ。頭悪いな。と言う。こんなことを言う人だったか？と思ったが、高弘が大笑いした時、酒の匂いが漂ってきた。顔にはあまり出ていないが、相当飲んでいるようだ。自分が主役の結婚式で酒まで飲んで、かなり上機嫌になっているのだろう。まるで歯止めが効いていない。高弘は俺たちを見下しながら、さすが土方の底辺だよな。もう少しまともな格好してこいよ。と言い、貧乏くさい奴らがいると俺の格も下がるだろ。ご祝儀置いて早く帰れ、底辺が。と笑った。同業者たちもざわつき、高弘を睨んでいる。俺はさすがに、それはないんじゃないんですか？と言った。周りからも、そうだそうだという声が聞こえ、みんながうなずいている。みんな、高弘への不満が爆発したのだ。これは高弘の言う通り帰るべきなのか。ここまで言われて結婚式に出席したいとは思えないが、今後の付き合いもある。俺が父をちらっと見ると、今まで黙っていた父が笑い出した。高弘さん、あなたお父様の顔に泥を塗るような真似ばかりしていますけど、それが楽しいんですか？
すると高弘は眉をピクリと動かす。どういう意味だ。俺は父の言葉に続き、私たちを下請けだ、底辺だと見下して何が面白いんですかね。先代は決してそんなことをしない人でしたよ。と言うと高弘は反論してきた。底辺を底辺と言って何が悪いんだ。俺はため息をついたが、父はもう一度笑った。そして父が周りを見回して、全員起立と合図をすると、その場にいた同業者が全員一斉に立ち上がる。撤収！こんなところにいても意味がない！ご祝儀を回収して撤収だ！父の言葉に同業者全員が、はいと声を揃える。高弘は目を丸くし、キョロキョロしだした。父は先陣を切って受付に向かい、言葉通りご祝儀を回収した。同業者たちもそれに続く。おい、ちょっと！と、高弘が青ざめて声をかけてきた。俺は笑いながら答える。土方の底辺は立場をわきまえて欠席しますよ。受付にはご祝儀を回収する列ができている。他の参列者は何事かと俺たちを見回し、こそこそと話す声も聞こえてきた。高弘は慌てているが、俺はそれを見て口を開いた。俺たちは下請けだから、あなたに何を言われても反論すらしないと思っていましたか？だって、うちが仕事振らなきゃお前たちのところは潰れるだろ？その答えに俺は笑った。誰のおかげで、あんたの会社が成り立ってると思うんだ？自社でできないから、俺たちを頼って仕事を頼んでるんだろ？むしろ俺たちがいなくなったら困るのはあんただと思うけど。すると高弘は強がって口を開く。そんなの、他の下請けに頼めばいいだけだ。俺はうなずいた。そうですね。ではそうしてください。新婦に挨拶したら帰りますね。そう言って会場を出ようとすると高弘がついてきた。新婦って、お前霞のことを知ってるのか？俺は、幼馴染だ。とだけ言って、あとは黙って歩く。高弘は俺の後を追いながら、霞について話し出した。顔が俺の好みだったんだ。30でちょっと年食ってはいるが美人だし、バツイチだから他にもらい手もないだろ？それに、あいつの父親は地元の不動産屋で、うちを敵に回すなんてできないからな。まあ、おかげで父親の不動産屋は安泰だよ。でもお前らは俺を敵に回したんだ。今後はどうなるか覚悟しろよ。自分の嫁を自慢しつつ、俺をけなす高弘は現実が見えていないようだ。俺を追いかけながらも偉そうに振る舞う姿はひどく滑稽だった。俺が新婦の親族控え室に着くと、父が先に到着している。父は状況を、霞とその父たちに話していた。霞は自分が主役の結婚式だというのに、全く嬉しそうな顔をしていない。霞の父は、高弘くん、君には失望したよ。と言う。高弘は慌てながら、何がですか？底辺に言われたことを鵜呑みにしているわけじゃないですよね。と言うので、俺はスマホを取り出した。嘘だとでも言うつもりですか？あなたが言ったことは全部ここに録音されてますけど。ボイスレコーダーの画面を見せると、高弘は固まった。それでもどこか余裕そうなのは、霞は自分に逆らえない、と思っているからだろう。しかし、霞の父が、霞に目配せをしてから口を開く。この結婚、破談にさせてもらう。高弘は目を丸くした。破談？そして笑いながら言った。
ちょっと待ってくださいよ。バツイチ30歳の娘さんをもらってあげるって言ってるんですよ。しかも俺は大手企業の社長。これ以上いい話はないでしょ。あなたの不動産会社もうちが仕事を任せているから持っているようなものでしょ。この結婚がなくなったらどうなるかわかりますよね。悲しそうな顔をしたかすみを見て、俺は思わず食ってかかる。もらってあげるってなんだよ。かすみは物じゃないんだぞ。高弘は眉を動かし、俺を見下すような目で見てくる。俺は続けた。かすみもあんたと同じで、もうもらい手もないから誰と結婚しても一緒。だったら父親の取引先の社長に嫁入りした方が父親の会社もうまくいくだろうって言ってたんだよ。俺は招待状をもらって霞に連絡をした時に霞本人から聞いたのだ。俺は我慢して結婚する必要はないと言ったのだが、霞は自分がバツイチだという思いがあるようで、どこか意固地になっていた。高弘はそれがどうしたというような顔でうなずく。俺は霞に向かって言った。霞、お前には幸せになってほしい。この人が好きなら応援するけど、周りのために自分を犠牲にしなくていいんだ。俺にはこの人が霞を大切にしてくれるとは思えない。お前は昔から頑固だから、一度決めたことを曲げないのは知ってる。でもお父さんだってこの結婚をよく思っていないじゃないか。そう言うと霞はようやく顔を上げる。俺は霞に答えを促した。どうするんだ？この人と結婚していいのか？すると霞は首を横に振った。もっとあなたのことを知ってから決断するべきでした。私は人のことを底辺だなんだと見下すような人とは一緒になれません。高弘は驚いて口を開く。お前、父親の会社がどうなっても。それを霞の父が遮った。娘の幸せと引き換えにする仕事なんてない。御社との取引は今後一切中止させてもらう。高弘は舌打ちをして。お前ら、覚えとけよ。と出て行ってしまった。翌日、霞に連絡をすると、実はあの人、私の他にも彼女がいたの。とんでもないことを言い始める。エイジのおかげで目が覚めた。これから戦うわ。霞は高弘の浮気の証拠を集めてはいたようで、それを使って、婚約破棄の慰謝料を請求するそうだ。高弘は社長が結婚していないのは箔がつかないと上層部の人たちから言われていたらしく、見た目や年齢が適当な霞を選んだそうだ。でも浮気症で他の女とも遊んでいたという。霞の目が覚めてくれてよかった。結婚式に出席する予定だった同業者はどこも高弘の会社との取引をやめたらしい。ある日、高弘がうちの会社にやってきて、今までのことは謝る。この仕事を引き受けてくれ。と懇願してきた。他の下請けにも断られたようだ。俺は高弘に言った。業績、だだ下がりらしいですね。利益だけを追求して、お客様の声をないがしろにしすぎたからですよ。クレームになって当然じゃないですか。高弘は唇を噛む。俺たちはもうあんたの会社とは取引しない。お引き取りください。俺はそう言って高弘を追い返した。もういい。お前のところには頼まない。と言って出て行ったが、ただの負け惜しみにしか聞こえなかった。高弘の会社は一時的に業績が上がっていたが、ある時期から急降下。欠陥住宅だったとか、依頼内容と違うとか、悪評が広まったからだ。霞は慰謝料を払ってもらったらしく。エイジのおかげで人生棒に振らずに済んだよ。ありがとう。
と言っている。高弘の会社は業績が下がり続け、もう大手とも言えない状況だ。あれだけ見下していた俺たちに足元を救われて、さぞ悔しい思いをしていることだろう。そう思うと、俺は笑いがこみ上げてくる。それに、あの結婚式での噂が妖怪に広まって、英二は人間性を疑われているようだ。まさに自業自得。これからも俺たちが高弘に手を貸すことはないから、頑張って新規開拓をしてほしいところだ。まあ、それまで会社が持つかどうかは知らないけど。そう思っていたら半年後、高弘の社長交代の話を聞いた。ついに社長を降ろされたそうだ。その後、高弘がどうしたのかは知らないが、ろくな人生を送ってはいないだろう。エイジ、お弁当持ってきたよ。お昼時、そう言って事務所に来たのは霞だ。なんとあの事件がきっかけで、俺たちは結婚を前提に付き合うことになった。周りには冷やかされながらも幸せな日々を送っている。俺はますます仕事を頑張ろうと思えているのだ。あんたみたいな平凡な人間と高学歴の俺を一緒にしないでほしいんだよね。ほぼ初対面でのこの発言を俺は忘れない。年下で会社に入ったばかりの彼のミスを指摘し、うちの会社でのやり方を善意で教えただけに過ぎない。プライドが高いのか知らないけど、いつか痛い目を見るぞ。俺は心の中でつぶやいた。俺の名前は永井、37歳の会社員。数年前に高校時代の友人の松浦に誘われ、今の会社に転職した。松浦が社長を務めるこの会社は、現在社長と社員合わせて11名の小さな会社だ。アプリ開発などクリエイティブな仕事がメインで、俺はプログラマーとして所属している。前の会社はいわゆるブラック企業で職場環境が悪かった。給料は下がったが、今の会社で働いている方が毎日楽しいし、何より心身ともに楽だと思っている。状況が変わったのは先月、ある人物がうちの会社に入った時からだ。豊野です。どうぞよろしくお願いします。豊野と名乗ったその男性は、俺と同じように松浦が声をかけて入社が決まった人物だ。学歴や実績を加味してのようだが、いきなり立場は上司となる。小さな会社なので、社長以外これといって明確な役職はないのだが、例えるなら部長のポジションだろうか。いきなり上司としてやってくるなんて、どれだけ優秀なのだろう。高学歴のエリートとして、前の職場ではプロジェクトのリーダーも任されていました。松浦社長にお声掛けいただいて、やりがいのある楽しそうな職場だと感じ、ぜひ力になりたいと思った次第です。豊野がハキハキと語る様子に、俺たちは顔を見合わせた。豊野は俺より一つ年下だが、随分やる気に満ちている。役職については疑問もあったが、俺たちは豊野を歓迎した。だが豊野は素顔を隠していただけに過ぎなかったのだ。その素顔が明るみになったのは、俺たちと働くようになってすぐのことだった。あんた、長井だっけ？社長の友達ってだけで入社してきたらしいじゃん。あんたみたいな平凡な人間と高学歴の俺を一緒にしないでほしいんだよね。つうか、俺は仮にも上司だぞ。生意気だな。これは入社したばかりの豊野のミスを指摘し、正しいやり方を教えようとした時に飛び出した豊野の暴言だ。俺たちは和気あいあいと仕事をしてきたので、豊野の暴言には驚かされたが、俺はその後もめげずに仕事を教えようとした。何せ豊野の仕事はずさんで、
粗が目立つのだ。本当に大きな会社で仕事をしてきたのだろうかと疑問に思うほど。ミスはミスですから、直していただかないと。年下とはいえ、仮にも立場は上司のため、俺は丁寧に言葉を選ぶ。しかし豊野はミスの指摘イコール、自分を馬鹿にする行為だと判断するたちだ。この俺を馬鹿にするな！俺と違って大した学歴も実績もないくせに！暴言が吐かれるたびに、俺は傷ついたりもしたが、謝罪などあるはずもなかった。俺たちは松浦に苦情を言うのだが、松浦は苦い顔をする。実を言うと、あいつ俺の親戚でさ、豊野の父親には小さい頃から世話になってて。答えになっていない返事を聞き、俺たちは察した。ああ、だから注意しないのかと。松浦は若いながら会社を起こし、今まで立派に社長業をこなしてきたが、こればかりは褒められたものではない。言いづらいのはわかりますが、私たちはやりづらくてかないません。豊野さんは自分のやり方で仕事をして荒が目立つので、こちらはかえって仕事が増えています。暴言を吐かれるのも多くて精神的にもきついです。俺が言うと同僚たちもうなずく。もうすぐ豊野が入社して1ヶ月が経つが、俺はおそらく豊野に一番嫌われているだろう。最近は暴言もヒートアップして、やめてしまえ、消えろなどと露骨な言葉が増えている。本当に豊野は幼稚な男だ。他のみんなはいい人なんだけど、ことなかれ主義だしね。俺は心の中でつぶやく。仕事をしている最中、同僚たちが豊野に何か注意することは少ない。よって、必然的に豊野の矛先は俺に集中しているのだ。みんなには苦労かけるが、高学歴で大きい会社にいたのは事実だ。仕事が何もできないわけじゃない。多分まだみんなとの接し方がわからないんだと思う。どうかもう少し様子を見てくれないか。もうすぐ豊野の歓迎会もあるし。松浦がそう言ったことで俺は思い出した。松浦は新しい社員が加わるたびに歓迎会を開いている。俺が入った時もそうだった。確かに、一緒に酒でも飲めば少しは打ち解けられるかもな。同僚の一人がそう言うと、松浦はほっとしたような顔になる。親戚だからと、豊野に注意しようとしない松浦には少々失望したが、これから態度が軟化する可能性も確かにあるだろう。俺や他の同僚たちは、ひとまずそれで納得することにした。豊野の歓迎会当日、俺たちは会場へとやってきた。本当は松浦も一緒のはずだったのだが、到着が遅れている。午後に仕事で外出し、そのままこちらへ向かうとのことだ。会場は小さな個人経営のイタリアン。松浦のお気に入りの店らしい。おいおい、俺らの他に客が一人しかいねえじゃん。飯時なのにやばすぎだろ。店に入って早々、豊野が悪態をつく。あまりにひどい言い草に俺はぎょっとした。同僚たちも眉を潜めている。確かに店内を見渡すと、食事時だというのにガランとしており、女性客が一人窓際の席に座っているのみだ。豊野の言う通り、少々寂しい風景だった。だからといって、豊野の発言は常識外れもいいところだ。ここで俺の歓迎会やるっつうのかよ。もうちょっといいとこ予約してほしいもんだよな。素敵な雰囲気のお店じゃないですか。私は気に入りました。俺がフォローのつもりで言うと、豊野は気に食わなそうに舌打ちした。その時、店員が近づいてくる。俺たちが松浦の名前で予約を取っていると知ると、
ご予約いただいた松浦様と、他には社員の方が10名様ですね。定員は形式上、俺たちの人数を確認した。というのが、いやいや!と大きく手を振る。社員は9人でーす。え?思わず豊野を見ると、俺を見てニヤニヤ笑っていた。一瞬にして嫌な予感がする。な?そうだろみんな。俺たち9人だけだよな。俺を除いた他の同僚たちに、豊野がこれ見よがしに声をかける。普段から俺に消えろ、やめろと言っている豊野のことだ。俺をのけものにするつもりだろ。同僚たちは戸惑いつつも、誰も俺をかばおうとさえしない。俺は思わずうつむいた。今の会社に入ってから、俺は同僚たちとうまく付き合ってきたつもりだった。絆、というと大げさかもしれないが、少ない人数で助け合ってきたのもあり、信頼関係が構築できていると感じていたのだ。どうやら俺の勘違いだったらしい。俺は乾いた笑みを浮かべる。店員が困った様子で、俺と豊野らを交互に見る。俺が顔を上げると、窓際に座っていた女性客と目が合った。俺たちのやりとりをずっと見ていたのか、表情は渋い。そりゃあ、こんなやりとりを目撃したら、そんな顔にもなるだろう。女性客から目をそらすと席を立ってしまった。きっと気まずくさせてしまったに違いない。俺は小さく息を吐き、首を横に振る。こんな仕打ちをされて、無理に居座ろうと思えるほど、俺の心は強くない。わかりました。私は社員じゃないようなので帰りますね。豊野に、そして他の同僚に向かって、俺は精一杯の笑顔で言う。同僚たちが苦い顔をする中、豊野は爆笑していた。超惨めじゃん。今すぐ消えろ。いっそそのままやめちまえ。あー、目障りだった奴がいなくなってせいせいする。これでうまい酒と飯にありつけるってもんだぜ。なあ、みんな。俺はいたたまれない気持ちになり、そのままくるりと背を向ける。同僚たちがどんな顔をしているかなど、もう見たくなかった。今までお疲れ。後ろからバカにするような豊野の声が追い打ちをかける。俺は拳を握りしめ、そのまま店を後にした。店を出ておよそ2時間後、俺はすでに帰宅して机に向かっていた。退職願いと書かれた封筒を見下ろして、俺は一人つぶやく。帰ってすぐ書き上げたものだ。なんでこんな風になっちゃったのかな。店での出来事を思い出すと、悔しさや虚しさで胸が締め付けられる。芋づる式に前の職場での仕打ちまで思い出し、俺は書き消すように頭を振った。やっと居場所を見つけたと思っていたのに。そう考えていた時、机の上でスマホが振動する。松浦からの電話だった。もしもし、永井、話は全部聞いたよ。俺が不甲斐ないばかりに本当にすまない。それで、身勝手で重ねて申し訳ないが、今どこにいる?店に戻ってきてくれないか?豊野に謝罪させたい。他のみんなも謝りたいと言ってるんだ。どんな顔をして戻れって言うんだ。松浦、俺はずっとお前に感謝していたけど、今回の件でほとほと嫌気がさしたよ。俺は社長ではなく、友人の松浦に対しての口調でそう告げる。永井の気持ちはもっともだと思う。だが頼む。頑として引かない松浦に俺はため息をつく。わかった。最後だと思って今から向かうよ。俺はそのまま通話を終えると上着を羽織って外に出た。
再びさっきのイタリアンに戻ると、松浦が俺を出迎える。本当にすまない。そう言って俺に謝罪する松浦の向こう側に、床に正座する豊野の姿を見つけた。なんだこの状況は。仮にも店の中で。俺が指摘すると松浦は首を振る。もともと今日は貸し切りにしてたんだよ。俺の知り合いがやってる店でさ。店員の皆さんにはご迷惑をかけてしまったがな。言いながら松浦は店員たちに頭を下げる。店員さんたちが一番の被害者かもしれないな、と俺は心の中でつぶやいた。その時、ふと視線を感じて目をやると、さっきも目が合った女性客が同僚たちと一緒に立っている。どうしてさっきの女性客が？俺の疑問に答えるように松浦が言葉を続けた。ああ、こちらは宮子さん。今日豊野の歓迎会のサプライズでお呼びしておいた人だ。今度事務員としてうちに入ってもらう予定になっていてな。本当は俺が到着し次第、宮子さんを紹介してみんなを驚かせるつもりだったのに、まさかの俺が驚かされたよ。そういうことだったのか、と俺は納得した。宮子さんはおずおずと口を開く。私、ずっとあなた方のやりとりを見ていたんですが、もう聞いていられなくなって、それで一度離席して社長にお電話したんです。確かに俺と目が合った後、席を離れている。その時に電話したのだろう。正座させられていた豊野がぎろりと俺を睨みつける。長い、満足か？俺がこんな目に遭ってるのを見て、さぞいい気分だろうさ、クソが。そこの女が余計な真似さえしなけりゃ。それになんで俺だけ座らされるんだよ。他の奴らだって俺の言葉にうなずいてたじゃないか。怒りの矛先が宮子さんに向き、俺はさりげなくかばうように前に出た。八つ当たりなんて余計みっともないですよ。確かにあなただけでなく、ことなかれ主義の社長や同僚のみんなにもうんざりしました。でも原因はあなたです。そもそも私は謝罪を受けるために戻ってきたのですが、謝罪するつもりがないということでよろしいですか？俺の言葉に反応するように、同僚たちと松浦が俺に頭を下げて謝罪する。俺は悔しそうにする豊野をちらりと見て言葉を続けた。さっきも社長との電話で言いましたが、私は社長やみんなに本当に感謝していました。一緒に働けて楽しくて、やりがいを感じて、互いを信頼し合える喜びみたいなものを感じていたんです。ですから、本当に残念でなりません。俺は懐から、退職願いと書かれた封筒を取り出して松浦に手渡した。松浦と同僚たちが一気に顔面蒼白になる。待ってくれ長井。君に辞められたらうちの会社は。とっさに飛び出した松浦の言葉に苦笑する。もう辞めると意思表示した以上、俺は言葉を崩した。間違いなく業績が下がるだろうね。プログラムに一番精通しているのは俺だし、企画だって率先して俺が出してたんだから。うちの会社はアプリの開発など、プログラムに関わる仕事が多い。俺は前の職場でもプログラマーとして仕事をしていた。前の職場はブラックで、思い出すのも吐き気がするが、皮肉なことに、俺のプログラミングの技術は向上していたのだ。俺が退職願いをすでに用意していたのに慌てたのか、同僚たちもこぞって俺を説得し始める。長井がいないと仕事が回らない。頼む、考え直してくれ。口々にそういう彼らの姿がなんだかおかしくて笑えてくる。少なくとも、さっき誰か一人でも俺をかばってくれたら、帰ってすぐ退職願いを書こうなんて思わなかったよ。俺の言葉に同僚たちは口ごもる。松浦、お前もだ。
豊野が親戚だから、大企業に勤めていたからといろいろ言っていたが、お前がきちんと豊野を注意したことはなかったよな。俺はお前を社長としても、友人としても尊敬してたのに。本当に残念だよ。俺が言い終わると、場がしんと静まり返る。私、最初はなんて場面に遭遇しちゃったんだろうって思っていました。でも、帰ってよかったのかもしれません。こんな人たちが職場にいるって知れたんですから。私、入社を辞退いたします。沈黙を破ったのは、ずっと黙って話を聞いていた宮子さんだ。そんな、長井に続き宮子さんまで。松浦は力なくうなだれる。そんなカオスな状況の中、豊野だけがふてぶてしく鼻を鳴らした。ふん、無能二人がいないところで何だって言うんだ。社長、俺がいれば問題ないっしょ。ふざけるな。豊野の言葉に松浦が怒鳴る。今にも豊野に殴りかからんばかりの気迫に、同僚たちがとっさに社長を抑えた。そもそもお前を入社させたのは、お前の親父がどうしてもと言うからだ。有名大学を出て大企業に勤めたお前がトラブル続きでクビになり、その後自室に引きこもるようになって困ってるって泣き疲れたから仕方なく、年下で入ったばかりのお前をみんなの上司にするのだって俺は反対だった。だけどお前の親父と母親がふさわしい役職をってしつこいから、だから仕方なく。なのにお前は。松浦の中にも溜め込んだものがあったようだ。夜間から音を鳴らして出る蒸気のごとく、松浦は吐き出していく。バラしたな。豊野は思いがけず、自分が引きこもりをしていたと暴露され、顔を真っ赤にした。言い合いする松浦と豊野の姿は、まるで獰猛な獣がギャーギャーわめき合っているかのようだ。同僚たちが必死に双方を抑えるが収拾がつかない。俺はやれやれと首を振った。引きこもっていたのはどうとも思わない。きっかけは何であれ、自立するのも良いことだ。だが豊野は自分の経歴や社長と親戚というのを盾にして好き放題振る舞い続けた。その結果、父親や雇ってくれた松浦にも迷惑をかけることになったのだ。ともかく今までお世話になりました。それだけは伝えておきますね。じゃあ俺は帰るんで。聞こえているかはわからないが、俺は豊野たちに向かって声をかけ、店の扉に手をかけた。後ろからガシャーンという音と、互いを責める松浦と豊野の声が聞こえてくる。私も帰ります。俺に続き宮子が駆け寄ってきたので、俺は扉を開けてあげた。ちらりと松浦たちに目をやると、大の大人がもみくちゃになっている。店員が青ざめてどこかに電話しているのが見えた。おそらく警察に電話しているのだろう。俺はもう一度やれやれとつぶやき店を出た。それから1年、俺は新しい職場で働いている。松浦からは退職金を多めに、そして豊野からは慰謝料を受け取っていたので、転職活動中も生活に困ることはなかった。松浦と豊野はイタリアンでの一件で警察の厄介になったそうだ。その後、豊野が会社を辞めたと松浦からの連絡で知った。例の父親にも見放されたと聞いたが、今はどうしているかはわからない。松浦の会社もギリギリの状態らしいが、立て直すも潰れるも松浦たち次第だろう。俺は会社の帰りにある店に寄る。美代子さん、お疲れ。美代子さんとはあれから縁あって、時々食事をする仲だ。松浦の会社での出来事は今でも心に影を落としていたが、少しずつ吹っ切れてきた。新しい縁に恵まれて、
前向きに笑えているからこそだろう。まだまだ俺の人生は長い。前を向いてまた頑張っていこう。ノルマ未達成のやつは誰だ？新社長は俺を見下しながら言った。またこの人は結果だけで見るだろうが、それは大きな間違いだ。そしてこの後、俺の思った通り大変なことになったのだ。俺の名前は相沢、35歳。キッチン用品を販売する中小企業で営業として働いている。俺は中学まで英会話を習っていて、それなりに英語が話せるのだが、特にそれを活かすこともなく仕事をしていた。そんなある時、社長の方針が変わった。今までは国内だけだったが、今後は海外にも販路を広げることになったのだ。英語を話せる人が社内にほとんどいないので、商談は俺が中心となって計画を進めている。それはそれでやりがいはあると思うが、不安は残る。今は海外の企業をいろいろ調べているところだ。そんな時、突然、社長が交代するという話になった。社長と会っても顔色が優れないことが増え、さすがにまずいだろうとみんなで病院に行くよう伝えたところ、緊急入院してしまったのだ。しかも今後どうなるかわからないとのことで、社長はそのまま引退することになった。新社長に就任したのは副社長をしていた神木だ。仕事ができる人で、以前神木が叩き出した営業実績は、長い間抜かれていなかった。ただ一年ほど前に、俺が大きな商談を成功させ、たまたまこの成績を抜いてしまったことで、俺は神木から嫌味を言われることが増えていた。だから、神木が社長になるのは、正直なところ、やりづらいと思っている。とはいえ、社長が交代するから転職する、なんて薄情な真似もしたくない。それに、神木もさすがに社長という立場で今までのような嫌味は言ってこないだろうと楽観視していた。しかし蓋を開けてみれば、神木は社長になってからも俺たちへの接し方は変わらない。特に俺たち営業へのノルマはどんどん厳しくなった。達成できないと反省文を書かされる。そのこと自体は悪いとは言わないが、神木は、こんなノルマも達成できないなんて人間のクズだろう、とか、やる気あんのか？お前の代わりなんていくらでもいるよ、などと言ってくるのだ。その説教と反省文に時間を取られ、翌月のノルマも未達になってしまう者もいる。この間は同僚が執拗に怒鳴られていたので、社長、さすがにそれはパワハラでは、と、俺や他の同僚が口を出したのだが、お前らバカか？これがパワハラ。ぬるい仕事ばっかしてるからこれがパワハラに見えるんだよ。厳しく指導するのとパワハラは違う、と言い切った。上司に何とかしてほしいと言ったこともあったが、気が弱い上司なので神木の言いなりだ。神木は俺の海外企業へ売り込む計画も、お前なんかが海外企業に商談して成功すると思ってるのか？と笑う。俺はとある企業の担当者と仲良くなり、今アメリカで業界1位と言われている雑貨メーカーの社長とのアポを取り付けようとしているところだ。進捗も話しているのだが、どうせ失敗するだろう、と神木は笑うのだ。そしてその月、俺は他の海外企業からの問い合わせもあり、他の営業活動に時間を割けなかった。もちろん、これが言い訳であることは分かっている。だから口には出していない。俺は、あと一歩のところで、ノルマの達成を逃してしまったのだ。すると神木が朝礼で、ぐるりと全員の顔を見て、ノルマ未達成のやつは誰だったかな、と見下したように言った。営業部の壁にはノルマの達成表があるから、俺が未達成だと分かっているくせに、わざとだ。でも何を言われるのも覚悟の上だ。
相沢はいつも余裕でノルマ達成してるんだから、一月くらい目をつぶってもいいのにな、と同僚が言ってくる。まあ、神木がそんな考えをするような人間だったら、社長が交代してからでももっとうまくいってるよな。そもそも神木がノルマの達成にうるさくなったのは、社長が交代してから売り上げが下がっているからだろう。辞める人間もいたし、人数はギリギリで不満が上がり、神木なりにこのままではまずいと思ったのだ。でも自ら営業に出なかったのは、俺に過去の営業成績を抜かれたからなのだろう。神木は俺に抜かれたことに拗ねているのだ。仕事はできても人間的にはどうなのだろう。俺がそう思っていると神木は、相沢、なんでノルマ達成してないんだよ、と怒鳴った。俺は謝罪を口にし、自分の状況を説明する。海外企業との商談がまとまりそうなのだ。しかし神木は、達成していない奴が偉そうな口を聞くな、と聞く耳を持たない。そう言われるだろうと思い、特に反論はしなかった。そして朝礼が終わりしばらくしてから、神木が俺のデスクにやってくる。神木はニヤニヤと笑いながら、とんでもないことを言い出した。先月の契約ノルマ未達成だから、今日でクビな。え？俺は思わず聞き返した。今まで神木がクビと言ったことはなかったのだ。いくらなんでも、これは不当解雇じゃないのか。俺が戸惑っていると、神木は続けた。ノルマを達成しない奴は、うちの社員でも何でもない。これからは達成しなかった時点でクビだ。その瞬間、社内がざわついた。当たり前だ。いくら仕事ができる人間でも、成績を落とす月が稀に出るのは仕方ない。しかも神木は、ノルマを達成した翌月は、さらにノルマを上乗せするのだ。いくら会社の売り上げを上げるためとはいえ、そんなのは横暴だろう。それに、現実的ではない。神木は社員たちの動揺を察し、付け加えた。そんなことしていたら人がいなくなる、とか思ってるんだろう。まさにその通りだ。みんなもうなずくと、神木は言った。おい、入ってくれ。とドアの外に向かって声をかけると、一人の男性が入ってくる。俺の大学の後輩だ。大企業で営業をしていたので引き抜いてきた。お前らの何倍も優秀だ。入ってきた男性は40代だろうか。田中と名乗り、神木と一緒にニヤニヤと笑っていて、印象はとても悪い。おい、相沢。お前のやってた海外企業の案件。あれは田中が引き継ぐから、心置きなく退職していいぞ。と神木に言われ、俺はもう何もかもが嫌になった。わかりました。そう言って俺はうなずいたのだ。その日、俺は退職することを今まで担当してきた取引先に挨拶をして回った。翌日も、俺が取引先に挨拶に行き、会社に戻ってくると、なぜか神木に呼び止められる。相沢、お前指名で120億の大口商談だ。神木は機嫌が良さそうだ。例の海外企業に売り込む話だろ。向こうから連絡してきたってことは、これはほぼ決まりだな。とニヤニヤした。そりゃ、いきなり120億の商談が転がり込んできたら、顔もほころびるだろう。神木は俺に向かって、よろしく頼むぞ、と笑って言った。しかし、神木の思い通りにはさせない。俺は神木の言葉を笑ってやった。は？俺、クビなんですよね。神木は笑いながら、何言ってるんだ。相沢はここをクビになったって行くところがないだろう。それよりもうちで成果を出すんだ、と言ってくる。何言ってんだこいつ。俺は腹が立って反論した。昨日ご自分で言ったことを忘れたんですか？
ノルマを達成できなかったからクビだと言いましたよね。すると周りの社員もうなずく。しかし神木は譲らない。じゃあこうしよう。この商談を成功させたら首は撤回だ。別に俺は首を撤回してくれなんて言っていない。なんて自分に都合のいい男だ。それでいいだろう。と言ってきたので、俺は昨日書いておいた退職願いを神木に叩きつけ、にやりと笑う。俺、アメリカの業界一位の企業にスカウトされたので無理です。神木は俺の言葉を聞き、眉を潜めた。何言ってるんだお前は。俺は笑ったまま、ですから、もう転職先が見つかっているということです、と言う。神木はため息をついた。そんな嘘までついてどうしたいんだ。転職先が見つかったと言って、給料交渉でもする気か？そんな手には乗らんよ。もういい。この案件はお前のやっていた海外企業のものだし、田中にやらせるわ。あいつなら英語もできるし問題ないだろう。神木は俺が困ることを想像したようだが、俺の言ったことは嘘でも何でもない。俺は神木に向かって、では、退職願いは受理してくれるということですね。と念押しすると、神木は、当たり前だろう。お前みたいな無能はいつ辞めてもらっても構わない。と言った。そう言われたので、では、あとは有給消化をさせてください。もうここに来ることもないので、今日荷物をすべて持って帰ります。と言い、自分のデスクの片付けを始める。神木はわざとらしく大きな声で田中を呼び、俺指名の案件の説明を始めた。実は、昨日退職の挨拶を例のアメリカの業界一位の社長に話したところ、なぜか親身になって聞いてくれて、神木に激怒したのだ。アメリカだったら訴訟問題だと言われたが、さすがにそこまでするつもりはない。その社長は俺の人柄を気に入ってくれたようで、商談に前向きになってくれていたのだが、商談を白紙にする代わりに俺をスカウトしたいと言ったのだ。ちなみに、神木に言われた大口商談の件はこの社長のところだったので、連絡に行き違いがあったのだろう。商談の話は担当者からうちの会社に連絡があり、それを神木が俺に伝えてきたのだ。俺が社長に退職の挨拶をしたのはその頃で、社長から担当者に話が伝わっていなかったのだろう。案の定、翌日になり、神木から連絡が来る。商談の日を決めようと先方に連絡したところ、俺でないなら商談しないと言われたようだ。お前がいなかったら商談しないって、どういうことだよ！と怒鳴ってきた。それは残念でしたね、と俺が答えると、神木はますますヒートアップ。お前、まだうちの社員なんだから、相手に連絡して商談できるよう取り計らうんだ。交渉は田中が行う。それも伝えとけ、と言う。断ろうかとも思ったが、確かに俺はまだ社員だし、連絡する義務はあるだろう。俺は先方の社長に連絡し、状況を話し、田中と商談してほしいことを伝えた。もちろん、条件付きで。商談は一週間後、俺が退職する翌日にしてもらった。俺がいると、誰が担当だとか、ややこしくなるからだ。俺はそのまま退職。アメリカの業界一位の企業に転職するため、準備を始めた。ところがそこへ、また神木から連絡が来た。おい、相沢、お前先方に何を言ったんだ、とまた怒鳴ってくる。俺はため息をついた。いい加減にしてください。俺はもう退職したんですよ。と言っても、神木はしつこいので、俺はきっちり答えてやった。田中さんが商談すると言っていたので、もし田中さんが俺よりもコミュニケーション能力があり、交渉力も高いと思ったら、その契約を交わして、俺の転職は白紙にしてもらって構わないと言いました。先方は俺を指名してきたわけですし、それができないのなら交渉しないと言ってきたので、そこが譲れるラインだったのだと思います。
神木は、なんだと、と凄んだ。しかし俺は、でも田中さんは英語もできるし、大学の後輩で大企業に勤めていて優秀なんですよね。それくらいの商談、成功して当然だと思いましたし、俺よりもいい営業がいるのなら、それはそれで安心して退職ができると思ったんですよ。と言う。神木は口数も少なく、本当か、と聞いてきたので、俺は答えた。はい、嘘なんてついていません。もしかして、田中さんが交渉に失敗したんですか？てっきり、商談成立の報告かと思ったのですが、と控えめに言うと、神木は咳払いをする。いや、そうだ。もちろん成功した。なぜか見え見えの嘘をついた。自分が連れてきた営業が使い物にならなかったなんて、口が裂けても言えないのだろう。実は俺は、すでに同僚から商談に失敗したことを聞いている。しかも、商談の時はいろいろ大変だったらしい。ところで神木社長、昨日はリモートでの商談だったそうですが、まさかリモートのやり方がわからず、商談の時間に間に合わなかったなんてことないですよね。と俺が言うと、神木が言葉に詰まった。どうしてそれを？いや、そんなことはない。誰がそんなことを言っていたんだ。俺は鼻で笑った。田中さんに任せていたら全くやり方がわからなくて、社内で大事になったそうじゃないですか。田中さんもプライドが高そうですから、他の人に頼れなかったんでしょうね。神木は、おい、誰が漏らしたんだよ、と大きな声を出すが、社内中の笑い者になっている話なんて、どこからでも聞こえてきますよ、と俺は返す。神木は、うるさい。お前の企画なんかに頼らなくても、俺と田中がいればこの会社はなんとかなるんだ、と言ってきたので、俺は、そうですか。頑張ってください。今までお世話になりました、と言って電話を切った。その後、同僚に聞いた話によると、田中はその件でプライドがズタズタになったらしく、全く実力を発揮できなくなったそうだ。もっとも、本当に実力がなかったという可能性も、なきにしもあらず。田中に期待できないとなった神木は、今まで以上に営業たちに強く当たり始め、結局気が弱い上司と田中を残し、退職していったそうだ。神木は最後まで、使えない営業などいらん、と言っていたらしい。しばらくすると、神木から電話が来た。今さら何の用かと思ったら、今までの倍の給料を出すから、戻ってこい、と言うのだ。俺は笑った。倍の給料払われたって、仕事量は3倍以上ですよね。営業たちが辞めたこと、俺の耳にも入ってますよ。そう言うと、神木は言葉を詰まらせる。俺は続けた。ノルマだけにこだわって、営業たちの頑張りを見ていないから、こういうことになるんですよ。ノルマはもちろん大切ですが、達成できなかった時こそ、周りのフォローが必要だと思います。それもせずに、ノルマ達成しなかったからと、クビにしていったら、そりゃ誰だって辞めていきますよ。神木は、そんなの、ノルマを達成できない奴が悪いんだろう。というので、俺はうなずいた。そうですよ。でも俺は、達成できなかった時にどうするかで、その人が伸びるかどうかが決まると思います。神木社長がどう思っているかはわかりませんが、そこまで厳しくされても会社に残ろうとするのは、社長を尊敬しているとか、会社に貢献したいとか、それ相応の覚悟がないと無理ですよ。あなたにはそれがなかっただけの話です。すると、神木は力ない声で、俺は尊敬されていない、というのか、という。その言葉に俺は驚いた。むしろ、どこを尊敬されていたと思うんですか？冷静に返すと、神木はしばらく無言になる。俺は、少なくとも俺は、あなたのことは何一つ尊敬していませんでした。前社長の会社を守りたい気持ちだけで働いていましたよ。と追い打ちをかける。
その後も沈黙が続き、しばらくして電話が切れた。そしてその数ヶ月後、神木の会社が倒産したと知る。その頃俺はアメリカに渡り、例の業界一位の企業に就職。日本で販売していたようなグッズを作り、アメリカでバカ売れしている。今は日本の企業と共同開発しているものもあるし、日本から輸入しているものもあるのだ。いずれもアメリカでは売れていて、社長にも感謝された。こちらは実力主義なところが強いが、それでも俺は楽しく働いている。これからもここで頑張っていこうと思う。下請けって大変だよな。仕事の打ち合わせ中、他に誰もいなくなると、俺はそう声をかけられた。相手は次の現場の現場監督。まあ、この金額に見合った働きはしろよ。少しでもサボったら即現場から外してやるからな。この男が後にどんな目に遭うか、この時はまだ知らない。俺の名前は智也。建設現場で働いている40歳だ。うちの会社は小さいながらも社長がしっかりしていて、売り上げもこの規模にしてはかなりのものだ。俺は高校を卒業してからこの会社に入ったので、もう20年以上勤めている。社長が資格を取ることを勧めてくれた。俺は勤め始めてから随分と資格を取った。資格があればできることも増えるし、給料も上がる。資格を取るための支援もしてくれるため、うちの会社は他に比べて、いろいろな資格を持っている人間が多いと思う。俺は30歳になる前には結婚し、子供が3人。上は小学校の高学年。下は幼稚園だ。仕事も順調。家に帰れば騒がしいけど、順風満帆な日々を送っていた。ある日、社長が俺に次の現場の話をしてくる。ともや、次の現場、この議員さんからの依頼なんだが、この人って確か。俺は差し出された資料を見てうなずいた。ああ、俺の叔父です。うちの家系はバラエティに富んでいて、俺の父は役所に勤めているし、叔父は市議会議員だ。少し前にお盆で実家に行った時は、叔父にも久しぶりに会った。その時、デザイナーズマンションを作りたいと相談を受け、少しアドバイスをしたのだ。叔父は、つながりのある大手建設会社にお願いすると言っていたのだが、うちの会社がデザイナーズマンションの建設作業に特化しているので、協力してもらいたいと言っていた。デザイナーズマンションは人気がある。しかし、デザインだけを重点に置き、見た目はいいが、実際に生活してみると使いづらい、というのはよくあることだ。以前、うちはデザイナーズマンションには手をつけていなかったが、そういった声をよく聞くので、それならデザインも使い勝手もいいものを作ってみようと社長が言い出したのがきっかけ。今では業界内ではちょっと名が知れているのだ。叔父が頼むと言っていた大手建設会社は、うちも何度か仕事をしている。この大手建設会社はちょっと癖のある人が多い。やり手が多いのは認めるけど、無理な工期を提示してきたり、利益を上げるために費用を削減してきたり、下請けの俺たちはやりづらいのだ。一度あまりにひどい内容で社長が仕事を断ってから、この大手建設会社との付き合いは疎遠になっていた。でも今回話が来たということは、叔父がうちの会社のことを話したのだろう。社長には仕事がやりづらくなるのは嫌なので、俺の叔父だということは他の人には話さないようにしてもらった。数日後、大手建設会社の担当者と
現場監督と打ち合わせをする。うちの会社からは俺と社長が参加した。担当者は年配の人で、現場監督は初めて見る人だ。お客からのご指名もあり、今回は依頼させてもらいましたが、うちと仕事をするの随分と久しぶりですよね。担当者が嫌味っぽく言ってくる。社長は苦笑いをして、そうですね、と答えた。現場監督は椅子にふんぞり返っている。現場では俺が指揮するから、使えない奴は入れないでくるよ。ギリギリの後期だし、一人でも使えない奴がいたら間に合わないからな。随分と上からの物言いだ。やはり、この大手建設会社、本質は変わっていないようだ。詳しい内容の打ち合わせをして、担当者とうちの社長が一度離席した。すると、その隙を狙って、現場監督が俺に話しかけてきたのだ。現場監督の名前は加藤。歳は俺とあまり変わらなさそうだし、40代だろう。加藤はニヤニヤして俺の顔を見る。下請けって大変だよな。何を言い出すのかと思い、俺は思わず、え?と声を出した。何でもかんでも言いなりだろ?そうじゃなきゃ仕事ももらえないもんな。周りにペコペコ頭下げて仕事もらって、少ない給料で働くなんて、俺なら無理だわ。その言葉にムッとしたが、俺はお茶を飲んでごまかした。しかし加藤は何を思っているのかまだ続ける。俺は大学を出てるけど、お前は?どうせ高卒だろ?確かに俺は高卒なので、ええ、まあ、とうなずいた。その答えに満足したかのように加藤は笑う。だよな、大学くらい出てたらもっといいところで働いてるよな。俺はこの年で現場監督だし、この現場が成功すればさらに給料が上がるって言われてるんだ。まあお前らせいぜい俺のために頑張ってくれよ。さすがにこの言葉は引っかかり、俺は冷静に反論する。私たちが頑張るのはお客様のためですよ。加藤は俺の言葉を笑い飛ばす。なんだその優等生みたいな言葉。要領悪いな。だからこんな会社でしか働けないんだぞ。金持ちからは金を踏んだくってやればいいんだよ。で、省けるところは省く。これで利益がぐっと増えるんだから、もっと賢くやらないとな。俺は加藤の言葉に呆れてしまった。言ってることは必ずしも間違いではないと思う。しかし、必要以上にお客様に予算をふっかけるなんて俺にはできない。それに、お客様に満足してもらうように施工するのだ。加藤の会社は相変わらず、利益しか追い求めていない。付き合いのない間に変わったかとも期待したが、やはり昔と同じだった。そして加藤は俺に言い放つ。まあ、この金額に見合った働きはしろよ。少しでもサボったら即現場から外してやるからな。その言葉に俺は何も返せなかった。そしていよいよ現場に入る日が来た。現場監督の加藤の態度は相変わらずで、下請けはただの労働力だ。頭なんて使わなくていいからさっさと体を使って働けよ。とまで言ってくる。俺はこの現場の責任者という立場なので加藤に言った。そのようなうちの従業員を見下す発言はやめてください。ただの労働力だったらうちの会社じゃなくてもいいですよね。加藤は凄んだ俺を笑いながら見下す。うわー怖い。現場で暴力沙汰なんてやめてくれよ。こっちはお前らみたいに代わりがいる人間じゃないんだから。これ以上何を言っても無駄だ。こんな言い合いをしている暇があったら作業を進めよう。俺はため息をついて作業に戻り、
加藤の発言は流すようにしていた。なんとか一日目が終わったが、加藤へのストレスは半端なかった。そして翌日、俺たちは現場に入るため車で向かう。すると現場にはすでに何人かの作業員がいた。どういうことだ？他に作業員が入るなんて聞いていないし、一体誰なのか。そう思っていると加藤がやってきた。これはこれは下請けの皆さんじゃないですか。両手を広げて俺たちをバカにするように笑う。この方たちは。俺はひとまず加藤に質問をした。ああ、この現場にはこいつらに入ってもらう。は？俺や他の作業員は声を揃えて言った。現場責任者は俺なので、みんなが思っていることを代表して伝える。どういうことですか？私たちはそんなこと聞いていません。いつ決まったことで、誰がその話を知っているんですか？すると加藤は笑った。安い外国人バイトを使うから、お前のところは取引中止だ。昨日の夜決まったんだよ。加藤はそこで時計をちらっと見る。お前のとこの会社、営業開始時間まだだっただろ？今頃うちの担当から連絡行ってるんじゃねえの？お前たちには今伝えたから問題ないだろ。まだ作業だって始まってないんだし。加藤はそう言って笑う。現場に入る時間は会社の営業時間より早い。だから俺たちの方が先に現場に出てきたのだ。でも何の連絡もなしにそんなこと、一方的に取引中止なんておかしいでしょ。俺はそう加藤に言ったが、加藤は笑うだけだった。お前ら下請けだろ？俺の言うことは絶対ってわかんないのか？まあバカだからわかんねえよな。昨日だって反抗的だったもんな。それを聞いたうちの作業員は、俺が口を開くより先に俺の隣に出てきた。智也さんはごく普通のことを言っただけですよ。そうだそうだ。他の作業員も声を上げる。しかし加藤は俺たちを睨みつけた。そういうところだよ。俺にとって作業員は労働力なんだ。お前たちみたいに口答えしてくる奴はいらないし、こっちの外国人バイトの方が言うこと聞くからな。昨日作業を終えて、お前たちじゃダメだと思ったんだ。言っただろ？少しでもサボった奴は外すって。お前たち昨日どんだけ休憩してるんだよ。外国人バイトは給料欲しさに真面目にやるからな。俺は加藤の前に出て反論する。サボった覚えなんて全くありません。打ち合わせで手を止めた場面はありますが、それは必要なことですので、休憩ではないですよ。デザインにこだわっている部分は、緻密な作業が必要な時もある。だから俺たちは考えながら施工するし、ただ手を動かすだけではダメなのだ。どうしてそれがわからないのだろう。加藤は俺の話なんて聞く耳を持たずに笑った。とにかく、もうお前たちいらねえから。外国人バイトに仕事を取られたなんて話が出回れば、お前の会社と契約するところなんてなくなるよな。これでお前の会社は倒産だな。その時、俺の携帯が鳴る。社長からだ。うちの作業員を連れて席を外し、電話に出る。ともやか、もう現場ついてるだろ？今、向こうの担当から話があってな。外国人バイトを使って経費削減するから、作業員を引き上げさせろって言うんだよ。俺も現場で聞きました。お前の会社は倒産だな、とまで言われましたよ。どうします？そこで俺は、うちの作業員にも少しの間背を向けて社長と話した。そして社長との電話を切ると、もう一度加藤のところへ向かう。外国人バイトに指示をしている加藤が俺に気づいた。まだ何か用かよ。
面倒そうに言ってきたので俺は口を開く。今回うちに依頼してきたのはお客様からの希望があったからですよね。ああ、そうらしいな。加藤は話半分といった感じで答えた。でしたら勝手に外国人バイトに変更するというのはお客様にどうお伝えするんですか？それともお客様から費用の値下げを交渉され人件費を削減することでもお話ししているのでしょうか？すると加藤は笑い出す。何言ってんだよ。客からもらう金を減らしたらうちの利益は変わらないだろ。費用はそのままもらって外国人バイトを使うだけだ。それで利益が増えるんだから俺や担当者の給料も上がるってこと。お前バカか。思いっきり俺を見下す加藤。うちの作業員たちは困惑しながら俺たちのやりとりを見つめている。俺はそこで大きな声で笑った。倒産するのはそっちですが。俺の態度に加藤は眉を潜める。え？しかし俺はそれ以上言うことはしなかった。わかりました。俺たちは用なしですよね。では会社に戻ります。困惑した表情の加藤を置いて俺は作業員たちを連れて会社に戻った。智也さん、どういうことですか？作業員が俺に話しかけてきたが、言葉の通りだよ。あの加藤って現場監督、最初から俺たちのことバカにしてたし、ああいうタイプ俺嫌いなんだ。まあ見てろってと話す。作業員は不思議そうに俺の顔を見ていた。俺は会社に戻って社長と話す。その翌日、うちの会社に加藤と担当者が駆け込んできた。何かご用ですか？俺は二人を迎え入れる。担当者は、お客様から突然、うちにはもう頼めないと連絡があった。と慌てている。加藤も続いて、どういうことだ？お前何したんだよ？と俺を睨んできた。社長はにこやかに二人に座るよう促す。まあまあ、とりあえず座ってくださいよ。そして二人が座ると、俺は今回の現場の資料を開く。お客様の小島様ですが、実は俺の叔父なんですよね。はあ？加藤と担当者が大きな声を出した。俺の後ろの方では、うちの従業員が驚く声も聞こえる。加藤は俺の胸にある名札を凝視している。そして加藤は何とも失礼なことを言った。お前の親戚に議員なんているわけねえだろ。こんな小さい建設会社の社員が議員の親戚？おかしいだろ。もし本当なら打ち合わせの時になぜそれを言わなかったんだ。俺はイラッとしたが感情を抑える。議員の親戚だと議員にならないといけないとかあるんですか？うちの親戚変わっているのか、議員や教員、あと役所勤めや看護師なんかがいますね。まあ統一性のない親戚なんですよ。それにうちの会社のこと随分バカにしてるようですけど、大手じゃないからダメなんて思ってるならあなたの方がバカですよ。多分俺あなたより給料いいですし。すると社長が笑った。そうだな。うちは従業員に資格も取らせているし、他の会社ではなかなかできないことをやっている。だからこそ協力会社として声がかかることが多いんでね。なかなか安泰ですよ。担当者は悔しそうな顔をしながら口を開いた。そんなことはどうでもいい。どうしてこんなことになったのかと聞いてるんだ。そこで俺はスマホを取り出した。昨日加藤さんが俺に言った言葉です。お客様に無断でうちの会社を現場から外し、費用を騙し取るという話をバッチリ録音しました。俺は叔父にそれを聞かせたんです。
まあ、おじはカンカンでしたよ。そう言って、昨日の加藤との会話を聞かせた。社長からの電話の後、俺はスマホのボイスレコーダー機能を使い、加藤との会話を録音していたのだ。加藤と担当者は青ざめる。もしお客様との話し合いがきちんとできているのなら、うちだって取引中止と言われても構いませんよ。でも、お客様を騙すような形で、質が全く違う外国人バイトを使うなんて信じられません。おじは顔が広いので、お宅の会社の噂は、今頃かなり広まっていると思いますよ。よく議員関係の仕事を請け負っているそうですが、そのあたりの仕事もなくなるかもしれませんね。俺が笑ってそう言うと、加藤も担当者も言葉を失っている。社長が俺の言葉に続いた。今朝、私と智也で現場を見てきましたが、さすがあなたが言うだけあって、外国人バイトは仕事が早いですね。でも、あんなに適当にタイルを積み上げてどうするんですか？元のデザインともかけ離れていますし、お客様次第では賠償問題になるかもしれませんね。すると加藤が突然頭を下げ出した。待ってくれ、俺は悪くない。俺はこいつに指示されただけなんだ。こんな噂が広まったらこの業界で生きていけないだろう。こいつというのは担当者のことだ。加藤、なんてこと。現場でのやりとりはお前の責任だろ。加藤と担当者は喧嘩を始めてしまった。俺と社長は顔を見合わせて呆れてしまう。あの、うちは揉めなら外でやってくださいね。そもそも突然取引中止するなんて下請け法違反なので通報しますね。もううちには来ないでください。そう言って加藤と担当者を追い出した。その後、おじは工事の内容が違うと大手建設会社を訴える。示談を受け入れたそうだが、おしゃべりなおじの影響で、その噂は瞬く間に広まり、大手建設会社は本当に倒産してしまった。しばらくして加藤はどこにも転職できず、逆恨みでうちの事務所に突然やってきた。ちょうど社長が不在だったので俺が対応する。お客様のことを大切に思えない人間はどこの業界でも必要ないんじゃないですか？せいぜい転職活動を頑張ってください。そう言って追い返した。すると社内から、さすが智也さん、頼りになるな。と拍手をされ、俺は少し照れてしまった。おじには、うちが付き合いのある建設会社を紹介。うちと協力してデザイナーズマンションを完成させ、すぐに満室になった。俺たちも無事に完成して嬉しく思う。これからも喜ばれる仕事をしていこうと心に決めた。あいつら、バカな日本人だって言ってますよ。違約金を全額もらった方がいいのに、計算もできないのかって。悔しそうな部下の言葉に、俺は首を振る。言わせておけ。どっちがバカかすぐにわかるさ。俺の名前は佐藤。俺は町工場の次男坊として生まれた。実家の町工場は兄が継いだので、俺は起業し、町工場のブローカーになった。なんだかちょっとうさんくさい仕事に思われるかもしれないが、かつて町工場ではなくてはならない仕事だったのだ。高度経済成長には、それぞれ違う技術を持つ町工場が集まった企業団地が日本のあちこちに存在していた。企業団地にある町工場を正しい順番に回って仕事を依頼していけば大抵のものは作れるのだが、一般のお客様は自分の欲しい製品を作るのにどこに何を依頼すればいいかわからない。そんなお客様と町工場をつなげる役割がブローカーだったのだ。お客様はブローカーに依頼するだけで
欲しい製品が手に入り、町工場はいつも通りの作業をするだけで、面倒なやり取りを全部ブローカーにお任せできる。ブローカーはそれぞれから仲介手数料をもらえるという、全員が得をする関係になるのだ。うまくいけばだが、結局ブローカーへの仲介手数料が余分な費用としてかかるわけだし、通信機器の発達で直接客と町工場がやり取りできるようになると、ブローカーは次第に姿を消していった。しかし最近、ブローカーに注目が集まっているのだ。町工場だって今の時代は海外の企業とも取引しなければ生き残れない。海外との仕事を仲介してくれるブローカーが必要になったのだ。というわけで、俺は町工場のブローカーをしている。うちは俺と社員が数人の小さな会社だが、日本だけでなく世界の企業とも取引がある。今日は取引先のある中国企業を町工場への現地視察へと連れてきていた。この中国企業にはいくつかの特許を組み合わせた部品を納品している。下町の町工場パワーの合作だ。取引先の中国企業は最近社長が交代したばかり。今回視察に来たのは新しく社長になった王社長と中国人の部下2人だ。通訳が1人同行している。王社長は日本語がそれなりに流暢だが、部下2人はあまり得意ではないようだ。俺は英語と中国語を少し、部下の富田は日本と台湾のハーフで日本語、中国語、台湾語が堪能だ。今回せっかく通訳がいるし、俺の下手な中国語よりも日本語で話した方がいいと、俺は日本語で話していた。富田もそれに倣ってずっと日本語で説明している。視察中、王社長は俺たちと話すときは日本語だが、部下たちと話すときは中国語だ。俺には何と言っているかわからなかったが、あまりいい雰囲気ではない。富田は笑顔が剥がれていき、だんだんと無表情になっていた。富田、なんて話している？俺がこそっと聞くと富田は、想像以上にボロいところで作っているんだな、と言っています。あとはずっと日本の悪口ですよ。聞く必要はありません。と吐き捨てるように言う。中国人はこれだから、雰囲気でだって伝わるって分かってないんですよ。そうだな。俺だけでなく周りも感じているだろうな。町工場の人たちもなんだかちょっと怪訝そうな顔で遠巻きに見ていた。俺は王社長たちの様子を気にしながらさらに視察を進めていく。そこで俺たちは王社長たちの行動に違和感を持った。それで工場のホームページはありませんか？連絡先は？英語か中国語のわかる社員はいますか？王社長は新しい町工場へ行くたび名刺交換をした後にこの質問をするのだ。その間、王社長の部下たちは無遠慮に写真を撮りまくる。すみません、機械の写真は。富田が止めようとすると、日本語わかりませんと言い、無視を決め込む。富田がまたこそっと俺に話しかけてくる。相変わらず中国語ではボロいとか汚いとか散々バカにしているのに何のつもりですかね。まさかとは思うが、直接交渉して引き抜くつもりかな。いや、こんなあからさまにはしないか。わかりませんよ。あいつら面の皮が厚いですから。俺たちの疑問は王社長の。近い将来中国へ引っ越すつもりはありませんか？歓迎しますよ。という言葉で確信に変わっていく。極めつきは兄からのメールだった。今回の視察、
最初にうちの実家の町工場を見せたのだが、例の中国人の部下と通訳が兄のところの従業員にしつこく連絡先や中国へ引っ越す気があるか、お金に困っていないかと聞いていたらしい。従業員から兄への報告があって発覚した。多分兄にそういう話をしなかったのは、俺が自分の兄だと紹介したからだろう。ちょっと注意して様子を見るぞ。俺は富田に囁いた。視察が終わると親睦会として王社長おすすめの中華料理店へ行くことになった。この店は本物の中国人が料理しているんだよ。日本人は中国料理をパクるが、本当の中華は再現できない。ここは本場の味だ。酒が進むにつれ、うんざりしている俺たちをよそに、王社長の中国賛美が続く。酔っ払ってきたのか、口調も荒い。今日視察をして、日本の町工場は、まるで100年前の中国のようだと思ったよ。みんな貧しくて汚かったな。100年前って言い過ぎだろ。っていうか中国は今でも大都市以外は貧しい地域が多いだろ。富田が小さく毒づく。おい富田、言い過ぎだぞ。俺はその通りだと思いながらも口では止める。まあ中国は広い。ほんの一部貧しい地域があるのは否定しないよ。王社長はニヤッと笑う。しかし中国の工場はハイテクそのものだ。どんな小さな工場でも自前のホームページを持っている。リアルタイムで製造工程や製品の状況を追跡するシステムもな。それが中国基準なんだ。世界最高のシステムと技術だよ。ですが御社の部品、日本の町工場に依頼していますよね。日本の特許技術の詰まった部品がなければ製品が作れないはずですが。王社長は俺の嫌味にも余裕たっぷりだ。私は今日の視察で確信したよ。日本の町工場はもう終わりだ。ボロボロで汚すぎる。あんなボロ工場で作られた部品なんてすぐ故障してしまうだろうな。その点中国はどの工場も綺麗で最新式だ。中国は広いから何千何万の工場がある。じゃあ日本の工場に依頼しないで中国で部品を作られたらどうです？特許部品なので無理でしょうけど。あまりにカチンときたので俺はつい言ってしまった。一瞬しまったと思ったが、富田が満足そうに、さすが社長と拍手する。その時王社長もなぜかニコニコしながらうなずいた。ああ、そうさせてもらう。中国には日本のボロ工場の代わりはいくらでもいるからな。契約は中止でいいな。おっと、契約中止はそちらから言い出したことをお忘れなく。どうやら俺の出現を待っていたのは王社長だったようだ。王社長は有利な立場で契約を中止にしようと挑発していたのだろう。それならそれで俺にも考えがあった。俺はわざと、わかりました、それではご自由にどうぞとしょんぼりしたように言ってやる。やはり中国の工場は世界一だからな。悪く思うなよ。王社長たちは自分の思い通りにことが進んでいると勝ち誇っている。俺は残念だという態度を崩さず、では途中で契約を中止するということですね。違約金が発生しますがよろしいですよね、と告げる。そちらから中国の工場で作れと言い出したのに、なんで私が違約金を払わなければいけない？そちらから言い出したんだから違約金を払うのは佐藤社長だろ。いいえ、契約書を確認してください。ムッとした王社長に俺は済まして答えた。その時王社長に部下が早口の中国語で何事かをささやく。富田が手元の紙ナプキンに、
今の話は日本側が正しいから、違約金は払った方が問題にならないと言っています。その方が結果的に安上がりだとも。と、走り書きをして俺に見せる。王社長は渋々と言った様子で。そうか、わかった。違約金は払う。と答えた。俺はさらに。では、現在の在庫は買い取りでいいですね。と聞く。ちょっと待ってくれ。王社長はまた中国人の部下と話し始めた。富田がまたこそっと、どちらの方が得か話していますよ。と教えてくれた。俺も富田と作戦会議だ。じゃあ、違約金を放棄して例の件進めるか。僕もそれがいいと思います。俺たちがうなずき合っていると、王社長がずうずうしく。在庫分は買い取るから、その分違約金を減らせないか。と言ってきた。在庫の買い取りは当然ですし、契約書にも書いてありますよ。違約金も減らすことはできません。俺より先に富田が口を開く。なんだと？買い取るんだからそっちも融通をしろ。俺はパンと手を叩いた。そしていかにもいいアイデアだというようにニコニコしながら言ってやった。それではこういうのはどうでしょう。違約金を半額にする代わり、全在庫は渡しませんし、在庫の処分についての権利はこちらが持ちます。違約金を満額支払ってもらった方が金額的には高くなる。しかし、俺はそれよりも在庫を研究され、技術を盗まれる方が嫌だった。王社長はまた部下と電卓を叩きながら相談を始めた。あいつらバカな日本人だって言ってますよ。違約金を全額もらった方が高いのに計算もできないのかって。今は言わせておけ。俺は富田をなだめる。王社長たちは自分たちがわからないと思って、早口の中国語で、今日視察に行った先のどのくらいの町工場から情報を引き出し、技術を盗めそうか相談していた。富田が手元に隠した紙ナプキンに走り書きしながら、何を話しているか教えてくれるが、だんだんと字が崩れてきて怖い。明らかに怒っているのがわかる。俺は自分よりもイライラしている富田のおかげで妙に冷静になった。王社長たちは俺に向かってさも残念そうに。わかった。そちらの条件を飲もう。これで話は決まったな。と言ってくる。そうですね。では契約中止の手続きといきましょうか。こうしてお互い腹の中では舌を出しながら、表面上は和やかに契約中止となったのだ。さて、兄貴に連絡をするか。さっきから何度も着信が来てるんだ。先ほどから兄は、それぞれの町工場に連絡を取ってくれていた。俺は兄に電話をする。すると兄の町工場と同様に、従業員や社長に、中国へ来てくれませんか？大金が欲しくないですか？などと声をかけ、あからさまな引き抜きや、買収をしようとしていたことが分かったのだ。もちろんみんなその場では何も言わなかったり、断っていたりしたようだよ。兄の言葉に、俺はほっと胸をなで下ろした。俺は町工場のみんなは、絶対に王社長の話には乗らないと思っていた。王社長たちは、そこを見誤っていたのだ。取らぬ狸の川山陽で、うちとの契約を中止したわけだ。翌日、俺はとある会社に電話した。もしもし、実は。電話をしたのは、以前からうちに連絡が来ていた日本の会社で、例の中国企業のライバル会社にあたる。その会社からは、以前から部品を下ろしてほしいとの相談が来ていたのだ。かなり大量の発注で、
なおかつこちらでも利益の出る適正価格だった。しかしこの相談が来るほんの少し前に、ほぼ同種の部品を中国企業に卸すことが決まっていたから、俺たちは泣く泣くこの会社との取引を諦めたのだ。実は今回の在庫の特許部品は国際規格で製造しているため、ごく一部を解体して組み立て直すと他の会社の製品にも接続可能になる。俺がダメ元で電話をしたところ、その会社ではうちから断られたことで計画が一時中断になっていたと分かった。うちの会社が部品を納品できると話した途端、計画の再始動が決まったそうだ。実はもともとうちで出していた企画案は2つあって、激安で大量生産する路線と高級路線だった。例の中国企業は激安路線で、日本企業は高級路線の案を採用していた。まあ高級といっても一般人が買える程度だが、俺たちはせっかくの技術を安売りしたくないが、だからといって富裕層しか手に入らないのは困るのだ。それから数週間後、王社長から電話が入った。やはりもう一度契約をしてほしい。王社長は不機嫌そうな声で再契約を迫る。残念ですが、契約中止の時に交わした覚書に再契約はしないという言葉を入れていますよね。それはそうだが。どうぞ、日本のボロい町工場でなく、中国の工場にご依頼くださいね。わざわざ日本の町工場の従業員に教えてもらわなくても、きっと素晴らしい特許部品を作れるでしょうから。なぜそれを。中国語はわからないはずじゃ。王社長が本気で驚いているので、俺は呆れてしまう。俺はそこまでわかりませんが、うちの部下は中国語がわかりますからね。そうでなければ仕事にならないでしょう。汚いぞ、騙したな。悪いことをしようとしていたのは、王社長、あなたたちの方じゃないですか。それから言葉がわからなくても、馬鹿にしている雰囲気って伝わりますからね。たとえお金をちらつかせられたところで、仲間を裏切って自分を見下している相手にすり寄ろうなんて、そんなプライドのない職人はいないんですよ。王社長たちは町工場の職人たちを、金を積めば言うことを聞く貧乏人だと思っていたようだが、それは違う。王社長たちの行動は町工場の人たちの反感を買っただけだったのだ。俺が丁寧に説明してやると、王社長は悔しそうにうめいて電話を切ってしまった。その後、しばらく電話は来なかったが、ライバル社からうちの特許部品を使った製品が販売になると、どこから聞きつけたのか、王社長から電話がかかってきた。なんてことをしてくれたんだ！お前たちは仁義というものがないのか？もちろん、こちらを尊重してくれる相手にはありますよ。俺が笑いながら答えると、王社長は。いい気になるな。うちがすぐに類似商品を安値で出して売れなくしてやるからな。と言って脅してくる。堂々とパクリ宣言するのって恥ずかしくないですか？うるさい。ここまでメンツを潰して、ただで済むと思うなよ。夜道には気をつけることだな。そして俺が言い返す間もなく、王社長から電話を切られてしまったのだ。俺は王社長の捨て台詞を負け犬の遠吠え程度に思っていたが、富田は、社長、念のため襲撃とか空き巣に警戒した方がいいと思いますと言い、王社長たちが本当に何かしてくるのではと心配していた。奴ら、日本人には想像もつかない手を使ってくるんですよ。俺も心配になり、兄と、町工場の有志で不審者がいないか見回ったりするか、なんて相談を始める。ところが、その心配は杞憂に終わった。なんと、天罰とも言える事態が起きたのだ。
富田がネットニュースで見つけたのだが、王社長の新工場で天井の崩落事故が起きたらしい。機械が壊れ、工場再開の見通しが立っていないという。さすがチャイナクオリティですよ。自分たちのことが大変で、もううちに構っている余裕はないでしょう。富田が満足げに笑う。まあ、あちらの従業員に怪我人はいなかったのが幸いだな。しかし今回の件でいろいろ考えさせられたよ。幸い、今回の日本企業との契約はうまくいっているが、今後また別の国と交渉をするとき、同じような失敗に気をつけなければいけない。それが分かったことが大きな収穫だった。これからも気を引き締めてブローカーの仕事をしていきたいと思う。